今世界中で異常気象とかいっぱい起きてるじゃない。干ばつとか、それによって山火事が起きたって、干ばつすぎて野菜を植えられない、農業できないと。日本においては強い台風が来たとか、大雨洪水っていうのが問題になってるんだけども、これがね、何のために起きてるのかっていう話をしたいと思うんだけれども、まあ結論から言うと、俺はこれは地球のホメオスタシスによるものであって、これは地球にとって必要なものなんだと。人間にとってはね、いらないものできついものだけども、地球全体にとっては必要なものであると俺は思っている。で、それ何なのかっていう話なんだけども、ホメオスタシスってまず何かっていうと、俺らの体でいうところの、体温で考えると分かりやすいんだけども、運動したとか、風邪ひいたで体温上がったら汗かくじゃん。ね、その汗で、気化熱で下げようとするって。で、下がってきたら、ホルモンの関係でなんか震わせたりなんだりとか、体温上げるんでしょ。そのちょっと詳しくないけれども、そうやって体温を、こういう波はあるけれども一定の状態にしようっていう、そういう傾向のことをホメオスタシスって、ね、内部環境を一定の状態に保ち続けようとする傾向のことで、これが地球にもありますよって言ったのがジェームズ・ラブロックさんのガイア理論だって俺は理解してるんだけども、俺も地球にもホメオスタシスあると思います。恒常性あると思う。で、人間がね、いっぱいこうやってね、電気を使ってこうやってカメラで撮影して動画を作って出して皆さんが見るっていうことによって、やはりこれは環境負荷になるわけですよ。俺も2トンダンプ買って仕事をするっていうのも環境負荷なわけよ。要はね、そのダンプを作る時のエネルギーで材料を作るとか、で実際に俺乗るとか、そういうのもね、全部エネルギー、環境負荷、地球への負荷になるんで、その負荷をによって地球温暖化とか大気の組成が、ね、二酸化炭素が増えて温暖化っていう形になってるんだけども、これは一定の状態じゃないわけね。で、この一定の状態じゃない地球環境を人間が作ってしまったと。で、それを一定の状態にしようとして起きているのが、異常気象だって俺は理解して、理解っていうか、理解っていうとあれだね、俺はそう考えている。理解してるっていうと、誰かが言ったことを俺がそういうふうに理解したっていうことになるから、じゃなくて俺はそう考えていますっていう話。人間が、乱した一定の環境だった地球環境を一定じゃない状態にしたと。それを地球が一定の状態に戻そうとして起きているのが、昨今の異常気象、干ばつだったり大雨洪水台風竜巻なんかいろいろあるけれどもね、なんじゃないかなって思ってる。線状降水帯で青森も今年やられたんだけども、あれもその一環だと思ってます。で、っていうことはだよ、結局のところ地球が一定の環境であれば、気象条件であれば農業もやりやすいわけさ。で、作物も安定するし、ね、大雨洪水によって、それでも時々は起きるんだよ。安定した状態、昔だって起きてるわけだから、それでも起きるんだけれども、やはりそういう災害リスクってものはやっぱ減ってくると思うんで、やっぱこういうふうに自然災害ではあるけれども、我々にとってはすんごいたまったもんじゃない話ではあるんだけれども、これを一定の状況にね、地球環境を一定の状態に戻そうってしてくれてるんだって俺は思ってるから、こそこの異常気象っていうものは実はありがたいものと捉えてるの。その過程でいっぱい多くの人は死ぬよ。で、俺も、ほら、今年のね、野菜腐ったとか、いろいろあった。あったし、知ってる農家さんでも大損害を受けたとか、いっぱいあります。そういうふうなものは出てくるけども、大きな目で考えれば、やはりこれはやっぱ必要なことだと。ありがたいものっていうか、人間にとってはありがたくないか。だけども、やっぱ必要なことなのさ。この異常気象っていうものは、地球の環境を一定の状態に保つ、安定した状態を目指すっていうことにおいて、やっぱ大事なことなのね。地球にとっては必要なことなのさ。避けられないことなのさ。人間が乱したものの、要は人間が残した付けを、ね、払ってくれてると。ね、尻拭いをしてくれてるんだって考えると、やはり、そうやって考えると、やっぱありがたいもの、と俺は思うんだよね。で、あればさ、どうすればいいんだろうっていうことになるんだよね、このホメオスタシスに関してね。どうしよう、避けようもないじゃん。ね、っていうと、やっぱり地球環境を保護しましょうっていうことになってくるわけだ。で、
だから農業だから、農業がいかに地球環境を破壊してるかってこともまあね勉強してるわけや、有機農業だからさ。うん、例えば皆さんが、まあ、皆さんがっていう、皆さんはどんなか分かんないけれども、有機農業やってるかも分かんないけれども、一般的な農家さん、日本の 99% の農家さんは化学肥料をまいてるわけだ。そこに窒素肥料があるわけだ。まあ、化学肥料だけじゃなくてもいいんだ。牛糞堆肥とか、そういうもんでも、俺ら有機農家が使う窒素肥料もあるから、そういう窒素肥料っていうものが、2割ぐらいだったかな、はガス化して、ね、亜酸化窒素になって、オゾン層を破壊しているとか、ね、それが亜酸化窒素は二酸化炭素の300倍ぐらいの温室効果を持ってるとか、ね、あと例えば農業がね、トラクターで耕すことだって、これは環境破壊だから、そこを耕さないこと、耕してる時点でもう環境破壊なのに、人間にとって都合のいい状態にしてるだけであって、放っておけば草原になり林になり森になり、いろんな生き物が住める場所になるのを、そうならないように俺らが管理してるわけだ。だからこれも地球環境の破壊で不可になってるわけだ。まあ人間が生きるためには必要なものだから、だけどもそういう中だけれども、なるべく環境に負荷かけないようにやりましょうっていうのが、やはり有機農業自然農法なんで、やはりそういうものを広めていく必要があるんじゃないかなっては思いますよね。で、あとはやたらめったらにトラクターを使うとかじゃなくて、最低限使うようにする。いっぱい耕せ、どんどん耕せじゃなくて、なるべく耕さないようにっていう風なね、まあそれは有機農業の技術にもあるんだけれども、そういうものをやはり観光農家の人も勉強して取り入れてほしいなと、取り入れれるものだけでも取り入れてほしいなって。どうしてもやっぱりこう稼がなきゃいけないっていう経営の都合上もあるから仕方がないんで、農薬をね完全にゼロにしろってことはやはりきついと思うから、ね、現実問題としてね。だから減農薬とか一部だけ使うとか、最低限にするとか、いっぱい肥料使うんじゃなくて必要十分な分に抑えておくとか、あとは緑肥を使ってみるとか、そういうような策をみんなで共有してねやっていければいいんじゃないかなって俺は思うんだよね。まあ、それで、それだけじゃ間に合わないと思うけどね。こういうテクノロジーとか、まあまあ、また俺も苦しくなんだけど、2トンダンプをね、買って使うとかじゃなくてさ、やっぱどうしても経済活動のあり方をね、変える必要があるんじゃないかなって、人の移動を減らすとか、物の移動を減らすとか、だからテレワークってコロナでいっぱい出てきたけれども、そのテレワークをしっかりね、続けられるように、出社しなくてもいいような感じ、出社する時間ってもう無駄じゃん。その分電車の本数も減らせる、飛行機の便も減らせる、車で移動するものも減らせるってことは環境負荷が低減するわけだ、ね、パソコンとインターネットで十分できることであればそれで済ませてしまう。これも環境負荷を減らすことができるから、そのテレワークの推進によってやはり環境負荷を減らしていく、そのやっぱその積み重ねだよねと思うんだよね。うん、だけども現実問題そうはなってないわけでね、やっぱね。うん、だからやはりね、どっかでやっぱ考えなきゃダメで、今のままの生活、テクノロジーでいけばやはりどこかでというか、もう破綻が始まってると思うんだけどもね。うん、まずいなって、真剣に考えないと、特に上にいるお偉いさん方が考えてくれないとさ、ね、俺らが下は言うことはできるけれども、結局意思決定するのはやはり権限を持った方たちなんで、そこの方たちが考えてくれないと困るなと。で、それを考えさせるのがやっぱ俺らの、ね、選挙に行くでもいいし、やばく下のもので考えて声を出していかなきゃいけないっていうのはあるね。で、結局のところ、まあ、まとめとすれば、今の異常気象っていうものはやはり地球の環境をね乱してきた人間の尻拭いを地球がしてくれてるものだと。だから一時的に俺らは被害がすごい被るよ。やっぱりね、人が亡くなった、崩れたとかさ、財産がなくなったとかさ、いっぱいある。損害を被ることもあるけれども、大きい目で見ればやっぱりそれって結局回り回って、結局人間がやってきたことだよねっていうことに俺は落ち着くと思うんで、やっぱり人間がなんとかこの環境負荷かけてるものを減らしていかなきゃいけないと思うのね。そのためにやはり有機農業自然農法ってのも考えるところあるし、このコロナ禍で
テレワークっていう働き方もできたんだから、それをやっぱ使っていかないとね。だからどうやったら災害減らせるかっていうのは人間にかかってる、社会にかかってると思うんで、それをみんなで考えていこうと俺は毎回ね、うん、なんかちょっちょ喋ってる気がするな、動画の中でね、うん、やっぱり一人一人じゃ大したことはできないけれども、やはりみんなで考えてやるしかないと、うん、思います。で、まあ極論を言ってしまえば人口多すぎなんだよね、うん、だから人口がね、人、うん、だからよくほら陰謀論者はね、うん、人口を減らそうとしてるとかさ喋るんだけども、結局と経済的に言うと人口は多い方がいいんだけれども、この地球環境においてこんだけテクノロジー発展して一人一人の環境負荷が高まってる状態で80億人とかもねいると大変だよねってさ、江戸時代レベルのね環境負荷とかであれば80億でもいけるのかもわかんないけどもね、現代人の、うん、環境負荷能力でいくとやっぱ80億はちょっと多すぎるってことになってくるから、でそれを人口減らすっていうことはまず無理なんで、であれば何するかっていうと、やはり一人一人の行動を変えて環境負荷を低減する方向に努力する以外ないと思うんで、やはりそこは考えていかなきゃなと。で上の政治家の方々、大企業の社長さんたちとかねも考えるようになるには、やはり世論が必要だと思うから、やっぱみんなで考えなきゃいけないねっていうね思うんだよね。うん、俺ももっと考えなきゃダメだなと思います。なんかうんうん、そんな感じの話なんで、まあまず俺ができるのは有機農業、自然農法でこういうやり方もありますよって共有すること、まずこれを続けていこうかなって思いますので、皆さんもできることを一つ一つやってもらえたらいいなと思います。